ば果たしてやろう、その約束を。京太郎、久しぶりだな。あの黒いやつら、ずいぶんと派手なことしてくれるじゃない。ちょいと痛い目に合わせてやろうね。よし、もう一人。偽造シャドウ、この調子で、その顔を攻められるのがあれば、無敵の。遅かったな、シャドウ。これからは私の目を。邪魔する者には消えてもらう。たとえ誰であろうが、僕の邪魔をする者には消えてもらう。ふん、完璧だ。世界の主要6都市に突如出現した正体不明のテロリスト集団黒の軍団の攻撃によって各地で深刻な被害が発生しております。中でも我が軍の兵力が最も手薄だったウエストポリスの都市部はほぼ壊滅状態とのこと。なお未確認情報ですが、ウエストポリスにて黒いハリネズミを目撃したとの報告が。シャドウ、黒いハリネズミを発見次第黒の軍団ともども即刻始末せよ。しかし彼は以前。構わん、やつは我らの敵、これは命令だ。私は騙されんぞ、必ずこの手で息の根を止めてやる。本部より各機動部隊に緊急連絡。現在ウエストポリス市内に潜伏中とみられる黒いハリネズミ、シャドウザヘッジホッグをテロ事件に関与した重要容疑者として手配中。各隊員は容疑者を発見次第生死を問わずその身柄を確保せよ。邪魔だ、そこをどけ。止まれ、抵抗すると撃つぞ。愚かな。見事だ、シャドウ。貴様何者だ。記憶がないというのか。
まあよい、それはすぐにわかること。今は時間がない。次は連邦政府のメインコンピューターに侵入してもらう。良いな。無論。この光の上ではまるで必要がないかのようだ。なるほど、進む方向だけは操作できるようだ。実は政府の依頼でこのエリアにあるはずのカオスエメラルドを探してるんだけど、一緒に探してくれないかしら。凍結サーキットなのに、あの赤いブロックは侵入者を防ぐファイアウォールよ。気をつけて。またファイアウォールよ。避けて。軍の戦闘機ね。ちょっとやめなさいよ。ここは危険だ。注意してね。あのビルの下に奴らの仲間が隠れてるよ。気をつけて。この下に行ってみます。行く左、捕まって登れそうじゃない？お前には悪いが、このエメラルド、僕が預かる。ふん、完璧だ。大統領、たった今届きました連邦情報局からの報告によりますと、ウエストポリス地区を占拠したテロリスト、黒の軍団は軍の抗戦により撤退。未だ抗戦中の5都市においても我が軍優勢との情報が入っております。また情報局のメインコンピューターが何者かにハッキングされたとの報告があり、連邦捜査局では今回のテロ事件と同一グループの犯行とみて捜査しております。各長官に伝えてくれ。
我が連邦国は決してテロには屈しないと。かしこまりました。かつて偉大な二人の英雄によって救われたこの星、彼らの功績を無駄にしないためにも。必ずや我々人類の手でこの星を守りきってみせる。どうやらカオスエメラルドとは無縁な場所に来てしまったようだな。そうだ、僕はどこからか逃げ出し、ここで人間どもに捕らえられた。一体どこから、何のために。人間どもの戦力など恐るるに足らん。完璧だ。僕の脳裏に現れる数々の映像、それに僕を知るあの黒い軍団、一体
僕の過去に何が。シャドウよ、何を悩んでいる。貴様、見ろ。あれは今から50年前のスペースコロニーアーク。アーク、50年前。あれは、さあ思い出すのだ、人間どもに受けた行為を。そして奴らがいかに愚かで醜い生物であるか。シャドウ、私やっぱりみんなを置いて逃げ出せないわ。お願い、軍に囚われてしまった研究室のみんなも助けてあげて。思い出せ、お前は人間どもに襲われたのか。迷うことはない、奴らを始末するのは。3秒で片付けてやる。いいよ、破壊のくだらんおもちゃだ。そうだ、無能な奴らを全て始末するのか。ふん、
マリア、君が無事でよかった。こちら、マンティス正体ヘビードッグ。逃走中のターゲットと少女を発見。これより両名の始末を開始する。何？お願い、シャドウ。己の利益のためには同類の命をも奪う。人間とは愚かな生き物よ。醜い人間どもめ、僕の前から消え失せろ。こちらヘビードッグ、これよりターゲットの強制排除を開始する。さあ行け、罪深き人間どもに制裁を与えるのだ。奴の武器を奪い、徹底的に破壊するのだ。粒子放射砲発射。粒子放射砲エネルギー充電開始。空中嫌いはお前の攻撃を邪魔する。いわばマーティス正体ヘビードッグから本部へ。依然ターゲットと交戦中。地球を追い払う。粒子放射砲エネルギー充電開始。それはお前の武器となる。機体が、機体が、うわ！マリアを傷つける愚かな人間め、僕らの前から消え失せろ。完璧だ。カッカ、まもなく脱出艇の準備が整います。お急ぎください。またしても私はこの国を守れなかった。まだです。まだ終わってはいません。あの黒の軍団は必ずや軍の総力をもって一掃いたします。カッカはその後の国家復興をお考えください。そうだな、君の言う通りだ。どんな状況であっても決して最後まで諦めない。それを彼らに教えられていた。さあお急ぎください。うん。必ずや貴様も血祭りにあげてみせる。往生際の悪い奴らめ、シャドウ、追え。追って奴らに絶望を与えるのだ。あ、シャドウ、大変だよ。大統領の乗った脱出艇が黒い奴らに狙われてるんだ。奴らを倒して大統領を守って。黒い奴らがいるよ、シャドウ、気をつけて。この上に登ってみよう。こんなところにも奴らが。これじゃあ倒してもキリがない。広大のレーザーが迫ってくるよ。ジャンプして避けて。うわっ。三角飛びで壁についている間はそのまま前に走ることができるのよ。でも壁にくっつける時間はせいぜい2秒くらいだから、危ない場所では気をつけて。Thank you.
に怪力が起こる。突撃部隊の兵士だ。究極の力、ミルベイ。何をする？暗いのか。黒い奴ら追い出さなくっちゃ。僕は自分のためだけに真実を追う。ふん、完璧だ。カオスエメラルドはこれで5つ。シャドウ、間もなく約束の時が訪れる。一刻も早く我のもとに全てのカオスエメラルドを集めるのだ。あと2つで本当に僕の答えが見つかるのだろうか。僕の全てが。シャドウよ、我がアジトに小うるさいネズミどもが入り込んだようだ。即刻我が星ブラック彗星に向かい、この愚か者どもを始末するのだ。ブラック彗星？
Yeah.
消えてもらう。おい、そいつらはやめとけ。何しやがるんだ、シャドウ。貴様ら人間はただ裁きの時を待てばいい。ふん、完璧だ。シャドウ、これ以上お前の好きにはさせないぜ。シャドウ、悪を滅ぼした悪魔め、積年の恨み今こそ晴らしてくれる。たわけたことを。貴様ら人類を裁くのはこの僕の役目。生きる価値のない愚かな人間どもには僕自らが制裁を与えてやろう。何を？ソニック、貴様も人類に加担するというのならもはや容赦はせん。ソニック、もう遊びは終わりだ。
完璧だ。ついに全てのカオスエメラルドが僕の手に。シャドウ、なぜだ、なぜ奴らの味方をする。僕の名はシャドウ・ザ・ヘッジホッグ。闇の支配者ブラック・ドゥームに選ばれし最強の戦士。彼らと共にこの奇跡の力で醜い世界を暗黒に染める。そう、それが僕の答え。